金城天皇、徳人金城天皇は、その時々における在位中の日本の天皇を指す後、今の上の世をもって呼ばれる、金城はそれだけでその時代における皇帝や天皇を指す後として成立したが、天皇とつなげれば日本独自の名称となる。陛下とつなげて、金城陛下と呼ぶ例は、大正時代から確認できる。今とは、 その時間に属する人が基準とする時の一点であり、どの時間に属する人かで、近城天皇にあたる人物も異なる。存命中から、N よとこ有名で呼ばれる、諸外国の君主、また教皇との最大の違いである。令和の時代に、近城天皇と称される人物は、第126代天皇徳人。天使石棺見陰における、近城の要霊、公安にと、 添え書きされた、この肖像は、北朝第四代の後皇厳天皇に否定されている。日本語では古くは、金子用とも読んだ、金城という語は、古代中国の式旗はじめ後本義に、今上地殿下と記述の見える漢語である。また、古代の日本ではこの熟字に、大和言葉で、今の辺の読みも当てたともされる。これには、先にあった山戸言葉、 今の右辺に漢字を当てて、金城という熟字を作ったと唱える研究者があって、しかし、今では、空心を排除しようとする国学の影響による学説とみなされている。日本語における、この後、金城は、これも日本語の、闘銀と同義である。また、新城州香里殿に、西国元正城と玉記祭の宮という記述が見られ、天使を上っていう正城は、日本に入っては、 結果的の同義語となる。中国古典に起源を見出せず、俗に本気、神語慶雲二年上が書出かもしれない。主上も結果的同義語である。一方、天皇は文武両法でもって世界や反乱を収める異業を重ね、死後に送られる死後であった。また、この制度は大法令を書出として公式令や義下に解説された感度の制度の 全くの無法であった。日本や党以前の中国では、敬意を示すものについて、はっきりした言い方を持たない文化があり、東大の天皇の故障もあまり発達しなかった。しかし、平成時代において先々代の大正天皇や、先代の昭和天皇と並べて表記したい場合に、近城もしくは、近城陛下では、言葉の座りが良くないことと、 近城天皇と表記すると五感から客観的な表現に感じられるため、中立を求められる表現の中で使用される頻度が高くなってきた。また皇后道子も第125代天皇秋人を近城陛下と公の場では呼んでいた。ここまで述べてきた近城と天皇をつなげた近城天皇という語はいつの頃に成立したかはっきりしないが、 同じ意味での言い回しということでは、正倉院文書の北倉文書の一つ、東大事件持つの天平商法八年六月二十一日上五分に見られる、五大城天皇天皇殿玉物金城金城、金魂路舎那仏という下りに書室と、お星き例を確認できる。継承は、諸外国の国王、女王などと同様に、陛下が使われているが、金城天皇陛下とは言わず、 近城陛下、天皇陛下もしくはんに、陛下、正城、主上と呼ばれる。また、古い表現では、帝、天使様と呼ばれる。また、近代史上において、知性を築いた、歴代三人の天皇である、明治天皇、大正天皇、昭和天皇などの古称は、一世一元の性に、基づいた上で、それ、自体に敬意が込められた追合であるため、 昭和天皇陛下とも言わないと、公の場では、呼んでいた他、の天皇陛下や明治天皇には、明治大帝陛下や、大帝陛下などの使われ方がある。また、昭和天皇の宝御までの昭和秋に皇太子であった、昭人の天皇即位から、昭和天皇の追放が正式に定まるまでの間、報道では、昭人陛下の表現が用いられていた。 2019年5月1日に即位した、近城天皇言語法制定時の首相、大平正義政府などの公的機関及び主要メディアなどでは、皇室天畔に定められる継承、陛下を入れて、天皇陛下と呼称することが一般的である一方、天皇制廃止論に立つ者、基本的に継承を避ける傾向にある学術的な世界に身を置く者は、単に天皇と呼称するか、 あるいは実名を直接呼ぶことも多い。なお、当代の天皇を特定する場合には、敬語表現である、金城、当銀とだけ故障することもある。一部の出版物などにおいて、執筆及び発表の時点において、存命の天皇に対して、天皇などという呼称を用いる例が散見される。これは、その時の内閣を、総理大臣のせいで固有名詞的に表現するのと、同じく、 その時の天皇を元号で固有名詞的に表現する様式である。しかし、明治、大正、昭和の三代にわたり、一世一元の世に依拠して、元号が、四号追号に用いられたことから、存命の天皇に対して、天皇と呼ぶことは、追号で呼ぶことにあたり失敬であるとする見解がある。ただし、追号は、元号法の制定時の大平正義首相の、 国会答弁によれば、あくまで皇室内の儀式として、新しい天皇が、選定に贈るものであって、法で定めた言語に縛られることなく、新しい天皇の裁量で決めることができるという、皇室天範などの関連法令にも規定がない。養老神社の祭神でもある、賢秀天皇に、ゆかりの菊水霊戦は、奈良時代以来、霊戦としても、天皇縁誘致としても、 大切にされてきた。一般人が公やけでない場で天皇と呼称することもあるが、だからといってその人が必ずしも皇室に批判的であるということを示すものではない。天皇さんまた日本人はオラが村にゆかりのある遠い昔の天皇の話題に触れるとき敬意にも増して親しみを込めて天皇さんと砕けた呼び方をすることが珍しくない。天皇が お座りになったとか、天皇にお飲みいただいた湧き水だとか、多くの日本人にとっては、ただそれだけで何百年も守り伝えるに値する、天皇縁誘致になるし、実際に守り伝えてきた人々にとっては、もうそこまで行けば、天皇さんは、日常に溶け込んだ存在であって、敬意が足りないのとは全く違う話である。中には、ゆかりある天皇が、祭人になっていることもある。神、仏を、 三付けで呼ぶことも広く日本では普通に見られる慣習である。意味な天皇、意味な天皇という呼称はかつてはありえなかったが2010年代以降現在の文献などでは特に珍しい表現ではなくなっている。皇室ジャーナリストもその例に漏れない。和訳説で解説する外国語での名称を意味な天皇という形で翻訳したことがきっかけとなった可能性がある。 外国語での名称を翻訳した日本語名称としては、例えば英語で、ザ・エンペラーという表現があることを受けて、本名天皇もしくは、天皇本名という表現がある。有名なものを一つ挙げるならば、アメリカ映画、ラスト・エンペラーがある。英語版での英語話者のセリフとして登場するザ・エンペラー・ヒロヒトは、天皇・ヒロヒトを意味するため、和訳でもかかる英語話者のセリフには、 広人天皇という表現が、あえて選択された。この映画が公開された1986年当時、天皇、広人にあたる人物は、金城天皇であった。天皇制配子論者や反日主義者は、個々人で程度の差こそあれ、歴代天皇にも在位中の天皇にも、敬意を払うことがない、もしくは少ない。公的発言となれば、 それなりの社会的配慮や打算が働いて言動に表さないことも多いが、匿名性の高いコミュニティなどではそうはいかない。公的配慮を必要としない場におけるそれらの人々による故障は、意味名を使った呼び捨てであったり、それすら使わない三人称であったりもする。しかしながら、日本国憲法の下では、このような人々の言動も、 基本的に保障されており、よほどのものでも許容されていて、不敬であるからという理由で法的に求断されることはありえない。また、呼び捨てにする人が必ずしも敵意を持つということはなく、天皇というものを一人の人間の立場や役職と捉えた上で必要以上の礼を尽くさないという考え方であったり、その他様々な考えあってのものであろう、可能性がある。ただ、 日本国憲法の研修を訴えながら、その憲法の下で、日本国と日本国民統合の象徴と認められている天皇を認めない人も少なくはない。その人が政治家などであれば、一定の配慮もあって、意味ななどは避け、それ自体が継承である天皇を用いたりもするが、一般人はその限りでない。ありがとうございます。